はい、というわけで熊のハーフタイム解説のコーナー、はい、サガン鳥栖対浦和レッズ、前半45分が終わって0対0という状態で終わったんですけれども、はい、シュート数は熊数えで鳥栖が8本、はい、浦和が2本、はい、というところでかなり鳥栖が押し込んだ試合だったとは思います、うん、ただその中でも結局0点だった、まあ、なぜ0点だったのか、そしてなぜ鳥栖が押し込めているのか、この2つを解説したいと思います、はい。まずですね、サガン鳥栖、右サイドは飯野七瀬、うん、そして左サイドは岩崎、うん、この2人がですね、スピードまたは強度という面で、まあ、大畑そして酒井宏樹、この2人に全く負けないぐらいの強さ速さというのを持っている、うん、ここでですね、相当サイドからの早めのクロス、また、右サイドだったらここにさらに菊池選手、福田選手と3人が絡んでの崩し、ここら辺がですね、かなり強度を持って崩せています、はい。まあ、ここを崩すことによって中央でシュートが打てているんですけれども、はい、その最後のクロス一つだったり、うん、シュートのタイミング、うん、この瞬間にですね、うん、かなりの割合で足を出してきてクロスを簡単に通さない、もしくはシュートの時にギリギリのところで足を出してうまく、ね、カットする、こういうシーンが非常に多くてですね、まあ、岩波もですけど、はい、やっぱりこのセンターバック2人、うん、ここの強度というのはね、かなりね、強いですね。そしてね、ボール支配率は 55%、はい、うんうん、まあ、かなりね、鳥栖が支配していたというのが分かる前半だと思います、はい。ただ、最後の最後は集中していた浦和レッズのセンターバック、特に2人、この2人はまあ褒めないといけないかなと思います。はい、このおかげでコーナーキックが非常に多かったというのはあります、うん。浦和はひっくり返した時にチャンスになるシーンというのは何度かあったんですね。ジエゴが前に奪ってこうパスカットしたところを関根がつくシーンですとか、うん、なんかその原田が行ったところ秋元が潰して小泉が裏を使うシーンとかあったんですけど、うん、はい、ここはもう小泉と福田明とこの二人が実に広い範囲を守備してるんですね、うん、で何度もこう小泉が後ろの位置カバーしているところを見られたと思うんですけど、はい、まあ、これによってセカンドの回収、カウンターの阻止、まあ、そこ二つの意味で小泉と福田明とこの二人によってトスというのは中盤の優位性を保ってますね、うん、奪った後のセカンドを拾えるところまで押し上げていかないと、あの浦和としてはちょっと苦しいのかなと、うん、まあ、その分小泉がこう降りて隙間で受けようとしているところはあるんですけど、うん、まあ、ちょっと浦和としてはそうなってくると逆に前線が少なくなってくるんで、うん、あの1対1になってくるんでね、それでいいのかってところはあります、うん。鳥栖が気をつけなきゃいけないワンポイントは、はい、じゃあこういう配置になった時に1対1で抜かれることですね、はい、例えば江坂のテクニックだとか、うん、関根のドリブルだとか、うん、小泉のテクだとか、うん、と1対1で剥がされさえしなければ、まあ、鳥栖はあの守備の面でも大丈夫なのかな。はい、ただまあ相当ハイリスクかけてるので、うん、まあ、正直、ゴール決めていかないと、うん、本当に苦しくなってくるので、鳥栖はシュートそしてゴールその質というのが問われる試合になってます。はい、サガン鳥栖は柿田選手の1点ヘディングのゴールで見事1対0でサガン鳥栖が勝利をしました。はい。はい。前半ね、非常にいい攻撃を繰り出していたサガン鳥栖だったんですが、はい、0-0 で折り返してしまった。はい。まあ、ここからね、どうなるのかと思った後半だったんですけど、うん、猫さん、はい、後半開始、かなり押し込められたと思いませんか？ちょっともう浦和の時間が続きましたね。はい。その理由はですね、はい、秋元選手をフォワードにしてきたんですね、うん、浦和レッズは。うん、まあ、こうすることによって、ここ、パワーがあるので、はい、非常に強い選手、ここで田代選手をかなりピン止めにして、うん、小泉と関根が高い位置を取ると、うん、まあ、そうすることでちょっとやっぱり中盤から後ろがね少し引き気味になってしまって、ここにねみんなが入ってくる隙を与えてしまった、うん、まあ、そういうサガン鳥栖の非常に苦しんだ後半の立ち上がりでございました。はい、まあ、ギリギリのところ跳ね返したのは田代選手と原田選手特に、はい、そしてジエゴ選手もゴールライン上でのクリアなんてのもありましたが、はい、一人一人が局面、特にねこのクロス外から入るクロス、うん、まあ、特に酒井選手やね大畑選手も上がってきてのガンガンクロスあったんですけど、はい、
ここに対してのエアバトルで田代が負けなかったってのは大きかったですね。さあ、空その分下がってしまった、うん、下がってしまうと何が起きるかというと、うん、こんな感じになってだん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 ショルツ選手もこう上がってきて、うん、後ろどん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 攻め込まれるなーってなるんですが、こうなったがゆえに酒井選手の裏、ここをね岩崎選手が使えるようになってきたんですね、後半なんと、はいはい。まあ、それでもやっぱりこう小泉選手福田選手の間で受けながらサイドを使う動き、ここは非常に最後まで効いていて、うん、まあ、岩崎選手がね粘ってジエゴ選手も上がってくる、うん、そしてさらに 堀米選手がねこう左サイドに張ってくる、うん、まあ、ここの左サイドでのサガン鳥栖の優位性っていうものを保ちながら攻め込んだことで、うんうん、堀米選手のねフリーでのクロス、このクロスというのも天下一品のものがあるので、はい、とにかく北選手がニアで当てて、ただすごくテクニカルなヘディングでツッとすらしてうまくサイドに流し込むような、うん、まあ、完璧なヘディングでしたね、はい、シュートは、うん、まあ、あれは本当に柿田選手がすごかったんですけど、うん、はい、まあ、左サイドでフリーで堀米がクロスを上げれるという枠組みを作った、はい、まあ、そこがやっぱサガン鳥栖は一つ後半点を取れた理由ですね、うんうん、でこうなってくるともう本当走り合いになるんですよ、この見たら分かりますでしょ、うんうん、こうなったらまたじゃあ浦和がカウンターしたらもうみんなガーッと戻んなきゃいけない、うん、この走り合いになった時に、うん、鳥栖が選手交代したのはまず最前線の柿田と小野、うん、そして堀米に変えて、まあ、荒木選手、はい、そして最後飯野選手に変えて中野慎也選手と、とにかく走ってる選手をね変えてきて、うん、まあ、最後まで走り負けなかった、はい、まあ、ここが大きかったのと、うん、あとユンカーが出てくるのがあと10分早かったら、あ、まあ、どうだったのかなっていうのはちょっとだけ気にはなりますね、うんうんうん、まあ、というのもやはりユンカーが出てきてからの最後の5分だけでもシュートチャンス2回やってキーパーと1対1になってるんですね、うん、それアバウトなボールを秋元付近に集めてぶつかられて、うんうん、じゃあこの付近でユンカーが裏からスッと狙うとか、うん、細かいところでのシュートへ行くセンス、うん、もう本当に素晴らしいものがあるので、うん、でかといってじゃあ鳥栖はこの時間ラインを上げようにも上げたらユンカーが裏疲れるとかなってくるじゃないですか、うん、だからこのユンカーが入ってくる時間がもう少し早かったら怖かったなというところはあります、うん、ありますが、うん、が原田選手ジエゴ選手最後まで走り落ちなかったんで、はい、まずはこの選手たちに拍手です。ただ勝利したのははっきり言ってごめんなさい、紙一重です。もう絶対鳥栖が勝った試合だったなんて言えません。いや言えないよ、そのぐらい紙一重 の、うん、あの素晴らしい試合でした。そうなったというのはやはりこう浦和が、ね、集中力を切らさず最後まで全く落ちず、うんうん、言ってたので、うん、まあ、本当にどちらのチームも、まあ、素晴らしい強度カウンター、うん、そういったねなんか少し最先端のサッカーを J で見れたんじゃないかなと、うん、本当に面白い試合だったんじゃないかなと思います、はい、よろしくお願いします。猫 VP を聞きましょうか。あ、それ考えてなかった。今 VP と猫 VP、ちょっと待ってね、うん、よし決めました。はい、はい、まずじゃあ熊 VP の発表いきたいと思います。はい、ドン、はい、小泉選手。おー、なるほど。もう、うん、小泉しかいない。そうね、これやれるの、うん、小泉しかいないっす、うん、本当に、はい、いやすごかったです。すごかったですね、うん、さあ猫 VP はどうでしょう、はい、猫 VP の発表でドン、原田渉選手。あちょっと田代とね迷ったんだけど、はい、いや原田渉かなっていう。そうですね、はい、選手が入れ替わってどうだどうだって言われてきましたけど、うん、去年よりさらにもうエキゾチックなエキサイティングな戦術、エキゾチックなんかもう不思議な戦術。確かに猫さんきたねー。